39年ぶりの開催に向け、新日本プロレスの棚橋社長らが上別市役所を表敬訪問しました。上別市役所を訪れたのは、新日本プロレスの棚橋博社長と上別市の観光大使を務めるレスラーの矢野徹さんです。新日本プロレスは9月に道内7会場で試合を行いますが、上り別は地元のファンの呼びかけもあり、39年ぶりの開催です。 ぜひ、ね、皆さん会場に来て盛り上げましょうということでじゃあ最後にり別での試合は9月14日にり別市総合体育館でこのほか旭川や北広島などでも行われます。